こんにちは、サラです。今回はですね、前にセザンヌで買った方がいいコスメを紹介したらすごくね評判が良くて、他のブランドでも紹介してほしいという声が多かったので、今回はキャンメイクで買った方がいいコスメの紹介をしていきたいと思います。で、キャンメイクね、すごく選ぶのが難しかった。限定がかなり頻繁に出るブランドなので、限定品で結構お気に入りが多いタイプなんですよ、私。なんだけどやっぱ限定品ってね、時が過ぎると買えなくなってしまうので、今回は限定品はなしで、その中でもお気に入りの買った方がいいよってやつを紹介していきたいと思います。そしたらね、まずこちら、もう超定番なんですけど、実はこちらリニューアルしてるんですよ。グローフルルチークス E の04番。どこが違うのっていうとこなんですけど、ここにゴールドの文字と点線が入ってるんですけど、これが書いてあるパッケージはリニューアルしてあります。で、ツヤツヤ度がさらにアップ。この見た目だけだとわかんないかな。はい、こんな感じで手に塗るとね、わかりやすいと思います。ツヤツヤ度が全然違う。これがね、すごく個人的にお気に入り。前のやつも良かったんですけど、なんかこっちの方が上品に見えるんですよね。このブラシもかなり使いやすいし、キャンメイク全体に言えることなんですけど、とにかく安い。もう市場価格クラッシャーなんですよ。この価格でこのクオリティマジかみたいな。ツヤ感が綺麗で、しかも濃くつきすぎないので、いや、いいね。矯正してるんだけど滑舌がすごい慣れてきて喋りやすくなったんだけど、こうなって生えてた歯がこうまっすぐ生えたことによって、なんかさらにね、口が閉じにくくなってきた気がする。だから基本的に私、口が開いてると思うんですけど、少なくともあと半年以上は口が開きっぱなしになってると思うので、ちょっとよろしくお願いします。塗ってみるとこんな感じです。もう本当に仕上がりが綺麗なので、もうこれからてか、もうすでに持ってる人もリニューアル後の方を買い直した方がいいかもっていうぐらい。はい、そして次こちらです。カラーミキシングコンシーラーの、私が買ったのは01番で、これいろんなね種類があるので、自分の肌色に合いそうだなってやつを買えば大丈夫です。で、これ何がすごいって、さっきも言った通り安いっていうのもあるんですけど、鏡もついちゃってるし、ブラシもついちゃってるし、ピンポイントスポンジもついちゃってるし、3色も入ってるし、さらにミキシングスペースもあるんですよ。ここで混ぜれるっていう。私ね、パレットコンシーラーが好きで、結構いろんなものをね使ってるんですけど、鏡もありーの、ミキシングもありーので、この安さは本当にやばい。で、さらに SPF50PA4+ なの。どんだけ詰め込むっていう。で、これ今日使ってるんだけど、このね、目の下めっちゃ綺麗にカバーできてるでしょ。はい、3色手に塗ってみるとこんな感じです。この真ん中の色とこの暗いの混ぜるとちょうどいい感じかな、私は。はい、そして次こちら、パーフェクトマルチアイズの4番。これもね今日使ってます。で、全部マットタイプで、このカラーはアイブロウにも使用できる。チップだけじゃなくてブラシもついてます。これのね、何がいいって、まず色のセンスが素晴らしいのよ、このくすみピンクので。ブラシもついてるので、私目の位置がねすごい高みを目指してるから上の方なんだけど、下まぶたのグラデーションが結構命なのね。その時にこのブラシが本当に大活躍。チップだとちょっとぼかしにくかったりするんだけど、ブラシだとめちゃくちゃやりやすい。で、涙袋ラインも描こうと思えば全然描けるし、あとこのマットタイプを使うことによって、その後にのせるラメがめちゃくちゃ際立つのよ。鏡もついてます。はい、そして次はこちらです。ジュエルスターアイズ10番。これは世の中で一番手に入りやすい多色ラメだと思います。多色ラメってなかなかねないんですけど、この価格、そしてキャンメイクっていうどこにでも売ってるブランドなので買いやすいですね。
でさっきも言った通り、このマットシャドウとめちゃくちゃ相性が良くて、真ん中にのせたりとか、あと涙袋ね、涙袋に入れてもめっちゃ可愛い。お手頃にカラフルなラメを楽しみたいなって人におすすめです。はい、でもうめっちゃアイシャドウ続きになってしまうんですけども、あのキャンメイクは本当にアイシャドウのクオリティが素晴らしいのよ。こちらです、ジューシーピュアアイズ11番。3色でこのコンパクトさ、さらにこの価格でこんなに素晴らしい仕上がりになりますかみたいな。これもねゴリゴリ使ってるんですけど、もう色味が素晴らしすぎる。キャンメイクのアイシャドウの中で多分一番粉質が柔らかくて塗りやすいです、まあ、とりあえずアイシャドウ迷ったらこのジューシーピュアアイズでいいと思います。あの色が少ないからそんな迷わずに塗れるっていうのもいいね。はい、ということで、キャンメイクで買った方がいいコスメの紹介でございました。定番のねベースメイク系も素晴らしいんですけど、個人的には本当アイシャドウとかポイントメイク系のクオリティが本当素晴らしいと思うので、まあ、みんな知ってると思うんだけどね、まだ持ってないよって人がいたらぜひチェックしてみてください。で他にも買った方がいいものシリーズでなんか気になるブランドがあったらコメント欄とかで教えてくれると嬉しいです。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。